モンスターアニマシェン。勝ったぜ。断ればお前らが俺の邪魔するってことかよ。どこの番長だよ。何やってんだ俺。歴史の過ちを学んでいないとは。その武器は何て言うんですか。世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。腰につけた飛び回るやつ。もう一度やってもいいんだぞ。ただし次お前が負けたら、その鎧は他の戦士に譲ってもらう。お前ならすぐに俺を超えるだろう。俺は今25だけど、トレーニングを始めたのは22の夏だった。同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。ふざけやがって。もやっぱうなじにいるってことは知ってんだね。その話マジかよ。強い評判も経歴も全部嘘だったって。今の砦でしょんべん漏らすってことは本当なのか。この呪われた歴史に終止符を打つ。じゃあしっかりしようよ。目標は一つだろ。座標を奪還し、もう終わらせよう。ペラ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 と。もう終わりなのか。戦いは。歴史の過ちを学んでいないとは、全然親父と似てないな。信じてほしい。俺はお前の理解者だ。そう思ったのか。お前が落ちて撃たれたのか。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。ここも開かないな。人の話を聞かないやつだな。ああ、昨日から帰ってないな。にしても、なんでここら辺ってこんなに怪人発生すんだろうな。そうか、エルディア人安楽死計画に賛同してくれるのか。それは必ずみんなを救ってあげよう。はあ？俺は趣味で、じゃなくてプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。埼玉。完全にこと切れる前に俺と接触を果たした。成功したんだよ。俺たちは始祖の力を手に入れた。やっぱりかよ。俺は歴代の壁の王と違い、すべての道が交わる座標。はぁ？予言？始祖の巨人の力は、俺の手の中だ。安楽死計画はいつでも遂行できる。だが、俺はお前を決して見捨てない。いや、俺に聞かれてもよ。あとイノシシもなかなかうまいらしいぞ。なんかイマイチな気がするなぁ。大層な遺言を残してくれたもんだ。いや、お前もヒーローとしての高みを目指して生活してみれば
何かが変わるんじゃないか。気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。なんかいろいろ大変だったんだな、お前。なんかいまいちな気がするな。グリシャが始祖を奪ったのは壁が破壊された日のはず。まだ何年も先だ。これはそれって魚の怪人とどっちが強いかわかるか。シワシワじゃねえか。おう、ちょっと興味湧いてさ、なんかつてとかない？エルディア人がいる限りこの地獄は終わらないんだぞ。お前がここでやらなければこの先も殺し合いは終わらない。俺たちが繰り返してきたことがずっと続く。なぜだエレン、答えてくれ。全てのエルディア人を安楽死させる、こんなふざけた計画。巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。悪いが兄さん、俺はここに来るためにあんたに話を合わせていただけだ。俺に力を貸してくれ、兄さん。感謝してるよ、兄さん。あんたが俺を親父の記憶に連れ込んだおかげで今の道がある。お前の望みが叶う。世界と戦うように仕向けたのか。進撃の巨人に本当に時を超える能力があるのなら。しかし始祖を奪い、それをお前に託した。壁の王や。今まさにお前の攻撃の巻き添え食らったんだよ。立て込んできたからもう帰れ。お前、自分がその力を使えないことを知っていたから。でもやめたんだろ。魚の怪人とどっちが強いかわかるか。始祖の力を行使する際に待ちくたびれたぞ。何をする気だ。これが今回のトーナメント表か。別にあのじいさんとそんなに親しいわけじゃねえからな。何をしている。あの時から俺は、これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。くっ、全てのユミルの民から生殖能力を奪え。で、逃げなきゃどうなんだ。何なんだお前ら。それはこっちも同じだ。俺の望みではなく、先にある何かを。一体何者だったんだ。
しろ。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。なるぞ。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃねえか。相手もいろいろ準備してただろうに、えげつないなお前。なんだこれ。これは俺たちは始祖の力を手に入れた。成功したんだよ。完全に事切れる前に俺と接触を果たした。いいから要点を言え、要点を。セメス、なんなんだこいつは。月だらけなのに俺の直感が大音量で危険し、何？今手を出せばやられていた。俺の望みではなく、お前の望みが叶う。俺は戦いの高揚感は。随分と俺を期待させる演出してくれるじゃねえか。お前ここの最終兵器なんだろ。今朝の奴らとは明らかに違う。1988年のことだ。私はエジプトから来たという、親しくなった。その男は、天国へ行く方法があるかもしれない。その男は若く美しく、同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。私の言っている天国とは精神に関することだよ。精神の向かうところ、精神の力も進化するはずだ。そしてそれの行き着くところって意味さ。君なら私の言っていることがわかると思うが。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。全てのユミルの民に告ぐ。この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。なんでって言われても興味ねえし、最近はそこまで暇じゃないし。旅行？
特に行きたい場所もないしな。お前旅したことあんのか。くそ、そんな一大事を見逃すなんて。がっかりさせんな。自信に満ちた表情してっからな。お前ここの最終兵器なんだ。今朝の奴らとは明らかに違う。うちに時間が過ぎて何一つ解決できなかった。ビリー・タイバーの演説以上に世界を焚きつけることになりますよ。あ、 1,2,3,4,5 相手もいろいろ準備してただろう。えげつないな。お前もだ。アッカーマン一族はエルディアの王を守る意図で設計されたんだ。何してんだ。お前も知りたいのか。俺に関係ないだろう。雰囲気ばっか出しやがってよ。お前はただそうやってアッカーマンの血が反応するままに生きてきた。お前はただそれだけだ。うん、いや違うか。何？最初に言った通り、お前らがジークの居場所を教えるってんだ。俺たちは争う必要はねえ。だからおとなしくついてこい。なんでかわかるか。記憶が人を形成するもの。お前の一部を敵国兵に恋心を抱く。ああ、こう熱い風呂に入るとよ、みんなああって言うじゃん。これみんななんであーって言うんだろうな。いや、別に先帰っててもいいぞ。何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだ。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに。追い続けてきた巨人に抵抗してきた俺たちが悪だったのか。ジークはイエーガー派と志願しなくへ向かった。それから半日ほど経ってる。一体何があったの。今日も怪人多いな。こいつらもしかして俺に会いに来てんのか。ああ、あのでかい音はその時のか。ちょっと行ってくる。ヘマをした奴に死を選ぶ覚悟があることを見抜けずにまた逃がした。このまま逃げ隠れて飛行ってか。蚊帳の外でお前がおとなしくできるはずがねえ。あ、しまった。いや、終わった。マジで今のがそうなんだ。殴った相手のこといちいち覚えてねえからな。進み続けるんだ。死んでも死んだ。すごいなお前。必殺マジヒーフ。